ステップ4、イオントラップで漁師もつれ、リンクを作ること。これが我々は作っている、このコースを作っているときには、これが発表されてた論文についてになっているなんですが、とても最新的な研究になっているんでしょう。これは、えっと、インズブック大学でやってたことなんですが、これが、ノード A とノード B は、えっと、2つの建物、2つのラボにある。 措置になってるんですねでこれが、えっと、クリチアンスキーたちがやってた実験なんですが、カルシウムイオンを使っているので、それがオプティカル・カビティ、それが、えっと、公共新機、えー、内には、えっと、用意してあるものになっているでしょう。そしてイオンとイオンの間の距離が 230m になっているなんですが、ファイバーはちょっと遠回りになっているので、ファイバーの距離が 520m になっています。 それから、これが、まあ、システムのネットワークのトポロジー図になってるんですが、イオン A、イオン B があって、えっと、BSA も,もあるんでしょう。そして、これが、ノード A とノード B と呼んでるので、これが、まあ、MM のリンクアーキテクションになってます。それから、イオンフォトンの、のえっと、量子もつになってる状態なんですが、これが、PsiA あるいは PsiB になっているんですね。 そして、これが DV とプラス D'H の漁師もつれになっているんですが、これは漁師状態になって、それから、えっと、イソもあります。そのイソは E の i シータがあって、そのシータは研究者がコントロールできるようになっています。D と D' の V と H の様子なんですが、まずはそのイオンが、えっと、 Excited 状態になっているので、その Excited 状態から格子が発射すると、V が出る場合にはそれが縦の変更、あるいは H が出る場合にはそれが横の変更。V だったら残りの原子の様子が D になっている。H が出れば D' になっているんですね。そうすると、これが、と、 リオシ連になっている状態になっています。それから、Bell State Analyzer で,で測定を成功する場合には、残りの,のイオンとイオンの間のリオ状態が DADB' plusDADB になっているんですね。それから、e i phi の位相も,もできますか。それが研究者はそれが えっと、パラメータ設定で、ね、コントロールができ,できるようになってます。で、これが、まあ、Psi Plus か Psi Minus イイになってます、うん。ですよね。そして、一つ重要なことなんですが、えっと、BSA のところには、格子は左右側から出てきているでしょう。それが区別でき,できない状態にしなければなりませんが、特にはそれが到着する時間はかなり重要。そして、それが、まあ、えっと、 波長とかには重要なんですが、その、えー、とカヴィティが、その新規が20分ずつには、えっ、ー、と、再開にはそれが、えー、とあの,様子の、状態の様子を再、えー、とカリブレーションしなければなりません。そしてその BSA のウィンドウな,なんですが、それが、えっ、ー、と、どのぐらい時間、えっ、ー、と、格子の,の到着で時間はずれてる ことを許すかどうか、それが BSA ウィンドウで決まります。そのウィンドウとしては、それが、あウィンドウが長い場合だったら、成功する確率は上がりますが、フェデ e ティは下がります。逆に、とウィンドウが短い場合には、成功する確率は下がりますが、フェデ e ティは上がります。それから、この実験についてのいのろんなの面白い数字が出てくるなんですが、 そのイオンとイオンの状態が、ステートトモグラフィーで確認しているなんですが、ウィンドウが17.5マイクロ秒と、まあ、それが割と長いことにな,になっているんですが、そうすると 13.、13.6ミリオン i o n a t t e m p で、それは100万になっているので、まあ、1360万回になっているでしょう。 そして、それが、コインセネンスの数には、ちゃんと同時には、このウィンドウの間には、同時には、クリックしてた場合には、それが4470回になっているので、成功する確率は0.033%になっています。そして、その、レート、1秒あたりには、ほぼ0.5回に成功できているんですが、 F プラスと F マイナスでそれがプサイプラスかプサイマイナスの状態を作っていると F プラスの場合にはフィデ e ティ t y が0.587マイナスだったら0.580になっています。そしてこれがウィンドウが17マイクロ秒になっているんですが1マイクロ秒になっている状態にはまあ同じ回数やっているとなんとそれあの成功した数が4000から 555回に下がってて、1秒あたりに、えっと、1分あたりには3.5回に成功することにはなっている。ですが、Fidelity はかなり上がって0.88あるいは0.833になってるんですね。そしてこれが、まあ、先の言ってた通りには、えっと、Rate が下がりますが、Fidelity 上がります。で、これは、えっと、その,の、インズブック大学で,で、えっと、 カオシウムイオンで使ってイオンとイオンの間の量子もつれをできた実験になりました。